きチャンネル部長こんにちは。さあ来ました、この季節がね、はい、ドラフト通信簿、うん、はい、ね、3年にわたってやってきましたけども、はい、全国のプロ野球ファン、アマチュアファンの皆さんが期待を寄せている、はい、10月20日、うん、ドラフト当日前日まで行う、はい、唯一無二のこの企画、はい、全球団このチームはこのポジション、この選手が取った方がいいおすすめ動画。いや、なんか、うん、うちのスタッフが1年間で一番好きな企画らしくて、はい、かなり力入れて、めっちゃ気合い入れてきて超勉強してきたって言ってました。俺は、はい、そのメディアに出てるアマチュア野球の記者、はい、コメンテーター、はい、そんなのには負けないって自負してる。おー、去年ね、この企画で僕をおすすめした北山君、はい、あ、この動画でおすすめしてた。そうです、関西誰が言うのって言われて、はい、北山君どうですか、はい、一人だ、一人だ。太田大勢どうですか、うん、だって太田大勢はみんな知ってたからね、うん、そうですね。でも1位とかじゃ、1位じゃないって言ってたよ、太田は。あれはくじ運の問題なんですよ。くじ運じゃないよ、判断なので、今年ももう詳しい、詳しい、スカウトが太田大勢のように大学行ってくれって願ってまで取りに行ってるやつもいるんですよ。そうなんだ、裏情報あんの。めちゃくちゃです。それはどの球団出てくるかは分かんないんでね。俺球団は言わん方がいいと思うんで、そうだね、どっかに出しますもん。うん、そうだ、うん。じゃあ、はい、今回の動画は、はい、なんかあの俺が独断と偏見でランダムに決めると、はい、阪神いつも遅いとか、はい、なんかあのそういうなんか情報がいっぱい来るだろうね、はい、うん、だから、うん、今回はもうそういうのは、はい、もうごちゃごちゃ言われるから、はい、まあ、ごちゃごちゃ言われるって言っちゃうんだけどね、はい、あの順位、うん、6位からいきます、はい、セ・リーグの6位から、はい、でパ・リーグの6位、うん、セ・リーグの5位っていうこの順位が6位から1位に向けて、うん、10月19日まで、はい、もう本当に前日まで、はい、はい、やります、はい、だから今日は中日ですね、はい、まあ、中日はね、うん、今年、最下位に、なりましたけども、はい、めでたくですね、うん、佐々木の予想は当たりました。最下位予想は当たりました。ちょっとだって2年連続俺だってセ・リーグすごいよ、ね、はい、6分の4当ててるから、あ、すごいじゃないですか。だってヤクルト優勝だから、うん、その DeNA と巨人がテレコンになっただけで、はい、3位の阪神当ててるし、はい、5位広島、6位中日だって、おー、ね、で6当てて、はい、ドラゴンズはね、うん、だから昨年ねドラゴンズ通信簿で見ましたけど、はい、ブライト鵜飼をね、うん、取っても今年外野はいらないね、はい、で今年の1年間の戦いで考えると、うん、やっぱちょっとね先発がドラゴンズにしては、はい、ちょっと悪かったなと。なんか序盤って8人で回すぐらい豊富なイメージだったんですよね。そうそうそう、だから防御率が、うん、3.28、まあ、上の方にいるんだよ。セ・リーグでは2位なんだけども、はい、うん、やっぱなんといってもこのね投手陣の中で、うん、エース格柳がね、はい、9勝11敗防御率 3.64 はね、うん、ちょっとこれは想像できなかった、はい、で岡沢のね2.76、10勝8敗は、うん、よく頑張ったと思う。今年いろんなね、はい、あのナックルカーブ、スライダー、うん、チェンジアップとね、いい球、制球力も安定してたし、うん、やっぱり高橋遥人が6勝7敗、はい、で防御率 2.47、これはもう来年、うん、えぐい活躍をする、はい、高橋宏斗ね、はい、で、大野、うん、8勝8敗、2.26、はい、ちょっと勝ち星にね、恵まれつっていうね、はい、ところで、あとはまあ、岡野が先発したり、あと松葉がね、はい、FA でちょっと流出するかもしれないっていうね、ところ、上田とかね、はい、何か分かんないけども、謹慎処分、あ、なんかそうらしいですね何か分かんないけどもね、はい、で、はい、リリーフはね、うん、清水ロドリゲス、はい、マルチネスっていうところがね、もう盤石だし、うん、でその前にね、藤島とか、うん、谷本、で、根尾ね、うん、で、まあ、祖父江福、まあ、祖父江福もね今年はやっぱり今までの活躍から比べたらもっと頑張ってほしいっていうところはあるけども、うん、また来年に向けてねしっかりやってくれるんちゃうかと、はい、でまあ先発候補としてはね鈴木博士も先発やってもらいたいっていうところで、うん、なってるんだけども、でまあ打線もねやっぱ得点ができてないのよ。そうですね、得点力が打点が397と、セ・リーグの中で唯一300点台なのよ、はい、ね、でその中でどこを取らなきゃいけないかって言った時によ、はい、うん、でも考えて、うん、野手、はい、木下でしょ、はい、でファーストビシエド、うん、でサードは石川怪我しちゃったけど使いたいんだよね、はい、でショートは土田、多分来季もスタート使うよね、うん、はい、でセカンドが高橋周平なのか阿部、うん、なのかっていう、でセンター大島、うん、でライト岡林はもう使うよね、はい、ってなったらレフとか
セカンドしか空いてない、うん、まあ、セカンドもでもどっちか使うと思うんで、ね、はい、もしくは高橋周平セカンドのレフト阿部とかもあるかも分かんないけど、でも外国人も取ってきたいじゃん、はい、だこれ全体的に頑張んないとね、うん、なかなか来年も打線的にはちょっと貧弱かなっていうところもあるし、はい、あと外野はブライトと鵜飼取ってきてんだから、うん、はい、今年も1位2位で外野手ってこれはちょっとまともなドラフトじゃないよね。まあそうですね。でもなんか見るとホームランが本当にやっぱりこれやっぱビシエドがもうちょっと打たないと、だからやっぱ来季に向けてはビシエド石川がどこまでホームリーダー伸ばせるかっていうところと、だってブライト鵜飼だって長打力あると思って取ってきてるんだから、まあそうですね、パンチ力あるっていうところでね、うん、そう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 、うん、そもそもね、はい、ってなった時にやっぱ1位2位は野手ちゃうなっていう、うん、ピッチャーですか。やっぱね、先発立て直しやる、はい、だからドラフト1位は、うん、ドラゴンズのおすすめはやっぱりね、はい、先発ピッチャー、はい、高校大学どっ社会人、まあ、これはもう取れる中でのいい選手行った方がいい、ね、というのと、はい、うん、俺は右でもいいけど左がいいんちゃうかっていうところでよ、はい、俺のおすすめは、はい、でもやっぱ立浪さんも2年目ですぐ結果出したいじゃん、はい、でそうなった時に、うん、まあ、おすすめはね、うん、エネオス加藤瑞希投手、うーん、左です、はい、はい、かもしくは、うん、東京ガスの薄井勇投手がいいんちゃうかっていう、それはすぐ使えるからね、うん、立浪さんもさすがに1年目で6位は想定外だと思うし、はい、やっぱりすぐ結果欲しいじゃんね、うん、で、まあ、あと打線はもう外国人取ってきてなんとかするみたいなね、はい、だって去年鵜飼と、ね、ブライト取ってんだからやっぱそこをどうにかね片岡さんの力で何とかしなきゃいけないっていうね、はい、大学ピック4も結構いいピッチャーいますよ、左も、誰、曽谷龍平、白鵬大、白鵬大、なんか超パワーピッチャーらしいですよ、ね、いいですよ、いい、代表の試合でもすごかったです、ジャパン、うん、それかね、はい、これ2位でもし取れたら上は早いからね、はい、あ、そうか、最下位だから、うん、2位で取れたら、はい、俺は立教の山田くんとか、はい、やっぱ二遊間もちょっと線細めだから、はい、やっぱこの右の長距離砲もし行けるとしたら欲しいから、はい、1位は俺はもうピッチャー絶対行った方がいいと思う、で2位に山田くんとか二遊間もしいたら、はい、俺はワンチャン取ってもいいかなって思うのと、はい、うん、もし下位で残ってたらね、はい、イヒネ・イツア選手、あー、はいはい、ひねいつあ選手ね、大型ショート、はい、もし回で残ってたらね、誉れ高校ですよね、うん、そうそうそう、うん、っていうのも俺は身体能力的にも面白そうだし、はい、うんうん、二遊間っていうところでは面白いんちゃうかな、回、はい、でね、うん、あとはキャッチャーの高卒欲しい、はい、キャッチャーの高卒もドラゴンズが欲しいから、だから絶対取った方が俺がいいと思うのは、うん、もう1位は絶対すぐ使える先発、はい、しかも新人王を狙えるような、うん、で考えたら俺はエネオスか東京ガスのこの両者のピッチャーが俺はおすすめで、はい、まあ、2位でもし両方で1位に取れたらいいよ、うん、この2人を、はい、取れたらいいけども、もしうまく2位で残ったら立教の山田のことは2位間厚くしたいなっていうところと、下位にはこのイヒネ選手残ってたらね、うん、はい、大型内野手、うん、であとはキャッチャーの高校生は俺は取った方がいいんじゃないのかなってドラゴンズは思う、はい、あー、なるほど。いや今年もね結構袴田枠ってちょっと言ってきたんですけど、袴田枠あんの、結構当たるからね、はい、今年も、いや去年結構当たってるんですよね、そういやでもいる、いやね、おすすめで、もう超絶おすすめセカンドショートがいるんですけど、うん、ドラゴンズに合う、うーん、違う、まあ、まだ始まったばっかりだからね、いやそうなんですよね、出し惜しみしてもいいよ、いいですか、うん、いやでも、あ、じゃあちょっとあでもやっぱ推しは推しチームに入ってほしいっていうのもやっぱちょっとあります、あるの、でも静岡の流れだったら名古屋地区近いからね、そうなんですよね、でもショートは、うん、あでもやっぱショートもすぐ使える人の方がいいんですか、いやショートは辻田がいるから、はい、だからまあ次の世代に向かってとかちょっと若干層を集めにするとか、そ辻田とキャラかぶりとかがいいよ、そしたらすごい育ててほしいショートはいます、お、どれ、富士宮東高校の勝俣瑠衣くん、いいの、超大型ショートで、うん、まあ、184センチで、まあ、1年生から4番を張ってるショートなんですけど、うん、でかいね、そうなんですよ、めちゃくちゃなんか体がこう大きい感じで、でもそういうキャラいないからいいよね、いいですね、なんかこうショートって結構砂ガーンと大きい人になるじゃないですか、じゃあちょっと うまくいったら坂本系だね、おお、うまくいけばね、そうですね、でもそういうのはドラゴンズいないからいいよ、いいですね、うん、育ててほしい、で辻田と競い合ってね、みんな基本的にちっちゃいね、はい、だから貝とかの方でいいので、あ、そうだね、入れて育ててほしいなっていう、そういいね、うん、
じゃあちょっと、うん、ここが結構俺はドラゴンズ戦略的には今年はこういうのがいいんじゃないのかなっていうところで、うんうん、はい、あるなんかおすすめ、おすすめいいのある、めちゃくちゃあるんですけど、はい、僕も出し惜しみしたいって考えてるんですけど、うん、やっぱりドラゴンズにおすすめしたい、どっか順番に取ってほしい選手にしたいだけです、うんうん、どれ、これね、仏教大学の木村君って子がいるんですよ、はい、うん、このピッチャーは大学通算でももう1回しか負けてないんですけど、はい、うん、とにかく完成度が高い、うん、で大野の後輩、はい、なので間違いなくいいですよ。そんなにいいんだと1位2位で消えちゃうんじゃん。いや1位2位でも余ってるやろと思って多分さ、そこは強豪でやりにくると思うんですよね。そうなの、はい、余ってる、去年の体制パターンない、大丈夫、余ってるとか、じゃあ阪神とか好きそうなんですよ。だって4位とかって言いながらよ、そうですね、大勢1位だったじゃん、はい、そういうのパターンないの、大丈夫、その仏教頃大学のね、全国大会でも、はい、東海大学を撃破してるんですよ。そうなの、うん、ローカルの大学なんですけど、そんなの肺残っていいやろ、そんないいピッチャーだったらな。え、木村くん、木村光くんです。1位2位で消えてんじゃん、マジで完成だからです。へえ、じゃあもう1位ドラゴンズ、じゃあウェーバーで2位、あ、それはあるですね、まあ、これ俺はこの薄井くんか加藤くん、うんうん、かじゃああれだね、仏教大学の木村君、うん、これは是が非でも取っていただきたい、うん、おお、はい、まあでもやっぱり俺は本当1位2位をピッチャーで、まあ、うまくいったら山田君でもいいかなと、うん、で下位はね、その富士宮東のとか、はい、あの伊比でね、伊比でねとか、あとでもいいんだよね、あのトヨタ自動車ですか、うん、トヨタ自動車の、うん、なんと、はい、杉田玄白さんの親族がいるんです。トヨタ自動車ね、はい、お膝元じゃん。そうなんです、ドラゴンズ今年ドラゴンズ初めてアマチュアとの試合をやってるんですよ、うん、ってことはドラゴンズのスカウトもトヨタ自動車見てる、うん、しかも中京大中京出身、はい、大学慶応、うん、でトヨタ地元、超地元じゃん、はい、で杉田玄白さんの松江、はい、しかも左投げ、うん、あるな、あれあるんじゃないですか。あるでしょ。2位いいの、1位が多分ないです、うん、じゃあでもあるかも分かんない、地元は3位とかね、うん、なのでこれはいいでしょ、うん、なので慶応からね、誰でしょう、ん、木沢、うん、木沢も言ってますし、うん、木沢投手あれだよ、あのヤクルトだけだけど、うん、中日もいるじゃないですか、福谷、あ、福谷ね、はい、福谷も先輩もやりやすい、うん、キャッチャー木下、トヨタ自動車、うんうん、どうですか、あとあれだね、あ、軍事もいるしね、軍事もいるし、うん、なんかしっくりくるんじゃないですか。あるね、あるでしょ、うんうん、まあでも総合的に言えばやっぱピッチャーやな、うん、で、やっぱキャッチャーを高校生で下位で取れたら取ってもいいかなっていう、はい、ところはあるし、うん、二遊間、はい、もう上じゃなくてもいいから、うん、まあ、いいのが残ったら上まで取ってもいいけど、はい、まあ、来年絶対勝ちたいんだったらやっぱ投手、うん、で3位、まあ、1位から3位までピッチャーでもいいけど、うん、まあ、1位から4位の中で野手1人ぐらい取っといて、はい、でキャッチャー下位で取れたら、うん、でもう一回野手下取れたらもう1人取った方がいいかなっていうのはあるけど、うん、内野ね、二遊間で超おすすめの選手ですよ、ドラゴンズね。でも多分他球団のドライチでいく、うん、それは違う回、うんうん、いきなり全部できない、はい、お前まだ1個目だ、多いんで候補が、はい、ということで、はい、ね、さぞやがこういうドラフト指名いった方がいいんじゃないのかなと思いますけども、うん、ね、ドラゴンズファンの皆さんね、どう思いますか、はい。